追走ファーストステージ、ウェット路面での追走はハプニングの連続、どんどん厳しくなる路面コンディションは過酷の一言、残念ながら内海はエンジンブローのためリタイアとなった。そして雨を呼んだ張本人が現れた。ちょっとね、今回あのモンスターエンジンさんが後ろに来られてるんで。モンスターエンジンです。モンスターエンジンです。飽きてるでしょ。はい、もう飽きてるでしょ。飽きてるか雨おもんな思ってるでしょ。楽しんでる楽しんでる、ね、どうですかあの、はい、今回のこの岡山の、はい、この追走は。いやほんまね、僕あの雨しか見たことないんですよまだやっぱ空港着いて車乗り出したらポツポツポツおいおい降ってきだしたよね。ここ着いた時には結構もう降ってましたね雨を望んだ村山対雨が苦手な高山の対戦。1本目気負いすぎたか、高山進入で食い込みすぎ、1コーナーでスピンし村山勝利。単走チャンピオン対イケイケバイの対戦。1本目オーバースピードで進入しコースアウトした日比野に対し、バイが落ち着いて対応、結果バイの勝利。追走上等熊対地元藤中の対戦。1本目大粒の雨が降り再びヘビーウェットとなったコース上、進入で藤中、熊久保に合わせきれずスピン、結果熊久保勝利。攻めの気持ちが勝敗を分けた対戦。2本目、進入同時ぶりで直人が攻めるもののウェット路面で耐えきれずコースアウト、結果福田勝利。一瞬の判断が勝敗を分ける。1本目、オーバースピードで突っ込みコースアウトした上野に対し、後追い箕輪はうまくスピード調整し見事なオーバーテイク、結果箕輪勝利。手塚対広田のチームグッドイヤー対決。2本目、両者いいスピードで1コーナーへ進入後、広田挙動を乱しコース上を蛇行、それに対し手塚は冷静にドリフトを続け、結果手塚勝利。昨年シードを守り続けた両者の対戦。2本目、進入から後追い正雄がビタビタの追走を見せるが、1コーナーでプッシング、両者スピンで結果時田勝利となった。押された時田オンボードをリプレイでどうぞ。波乱続出のファーストステージはこれにて終了。さあいよいよラウンド5 in 岡山、はいはい、ベスト16で出揃いまして、はいはい、なんと午前中バッドボーイさんだけだったんですけども、はい、午後からは、はい、モンスターエンジンさんが、いやどうもどうも、もう来んなや、どうもこんにちは、来んなや、 お前ら来たら雨降るんじゃいボケ、はいどうも、はいどうもやねえろこれお前まあ皆さんのお手元にベスト16の票が出てると思いますが、はいはいはい、まあ、今日はですね、見るのをさらに楽しくするために、はい、優勝予想を、なるほど、一人ずつ聞いていきたいと思いますので、はい、分かりました。だんだん D1 を分かってきた4人が思い思いの理由で優勝を予想、誰の応援が選手に一番届くのか。一組目はスーパースターの無権に村山が挑む。まずは1本目、野村健 VS 村山智博、野村健先行、後ろから緑のマシン村山がサードを振ってくるか、まずは野村が振った、そして後ろから同じように村山がいい形で振っている、さあ通り流れてたところで、あそこで行き切った野村、スピンした村山、はい、違いは何があるんですか。そうですね、本当五分だったと思います、はい、ここ で、ね、もうもう行けると思った村山が、はい、今度は差を詰めようとしたんだ、はいはい、そこかな、かなそこだ、ね、そこでの操作が、はい、いらぬ操作がちょっと入ったのかも、そこでちょっとまだ早かったかもしれないですね、かもしれませんね、はい、やっぱ路面が濡れてると ね、うん、
微妙な路面ですよね。これ濡れてますね、うん、乾いてるとこもちょっとあったりみたいな。そう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 、うん、すごい真剣に見てるんですけど、そんな分かるんですか？分かります、ね、そう大体分かります、はい、ドリフトもできないのにこう見て分かるんですか？分かります大体、はい、まあ、あのドリフトももうできますという、うん、ちょっとそういう方のキャラでいこうかなと。あ、なるほど、はい、キャラ転向でね。いやもう分かっておけ、冷めるしささあいよいよ入れ替えの2本目ということになります。もう村山にとっては思いっきり行くしかない。緑の神村山智弘、後ろから野村健が来る。さあこの辺は野村見ています。野村はうまく見ています。さあサイドうまく調整。さあどうでしょうか。野村がついていければ、これは確定、これは確定、これはこのまま立ち上がっていけば問題なく、これは取りました。ベスト8進出、野村健審査員いらずですね、はい、2組目は共に関西で走っていた先輩後輩対決。関西で南高とかそういうの。そうですそうですそうです、うん、なるほど、はい、年も僕近いんだよね、川端さんとかとだいぶ、はい、あ、そうなん。え、多分確か、え、川端さんっていくつの？同い年ぐらいだと思うんですよ。僕32なんで、不当に僕見に行ったことあるから、その時にね、川端さんが走ってて、うん、僕がギャラリーで見に行ってて、うん、っていうのを今ここでもう一回再現になってるかもしれないと思ってね。いや、そりゃね、おー、見に行く。まあまあ言わんでもよかったですけど、せやな。まず川端さん先行、後ろから黒いマシンバイカズヤの180、だいぶロングで引いてきた。そして後から合わせていくバイカズヤ。回れるのか、回れるのか、回れない、回れない、両者回れない。これ全然五分ですよ。五分ってのは5対5なんですけど、はい、これ1対1ぐらいですよ、もうこうなると。そういうことですよね、うん、いやでもね、本当ね、お客さんにちょっと理解してほしいのは、はい、あれはかなり勇気いるんですからね、あの、そうです、そうです、この状況であの飛び出す走りっていうのは、はい、彼らのテクニックでギリギリコースアウトのところでなんとか留めてますけど、そうです、でも何とも言いますけど、ただのオーバースピード、まあそういうことにもなりますよね。そういうことにもなりますよね、不当の再現みたいになってました。なってました、なってました、なってました、はい、ファファーみたいな感じですね、あの、えファファスピン、スピンしたりしたら周りの人にごめんなみたいな、ファファーみたいな、あのクラクションみたいな、あ、そういう感じがあるよね、あの時の感じが懐かしい、よみがえりましたね、はい。さあいよいよ入れ替え2本目のスタートです。今度はバイが先行です。同じように来るか、だいぶ手前から引いてきた、絶対曲がれないと思う、バイが引いてきた、曲がれない、曲がれない、曲がれない、ここはそして抑えてった。ここはついに抑えた、決定。俺実はね、これ想像してた、今川端は曲がってくると思った。そうですね、はい、ベスト8進出、川端正人です。3組目は西森一押しの熊久保が登場。どんな感じ、馬力が1000馬力以上あるとどういう走り方になるんかなみたいなのを見たかったんですよ。なるほど、そうやな、雨やけんね、はい、お台場の時はすごかったですよ。あ、そうですか、はい、ぜひビデオを見ていただければ。そのお台場すごかった話ずっとされるのもすごい嫌ですわ。いや本当に、うん、さあ重要な1本目、まずは小口がさあ引いてきた、ロングできた、ロングできた、かなり手前から引いて、でもこっからが無理だ。そしてこれは熊久保が薄い角度で見てた、ギリギリセーフ、ギリギリ、危ない危ない。やはりね、このコーナーに入った途端に、はい、あの小口さんのね、はい、リアのグリップはやはりね、もうないんで抜けていくという状況が抑えられませんでしたね、はいはい、いやもう当たらなくてよかったということしか、もう本当に全体の安全が一番大事ですからね。子供が見てあっと思って怖がるだけとかじゃなくて、やっぱそのショーパフォーマンスですからね、そういうとこ見せない方がいいですよ、やっぱりね。まあ真面目なんかどうしたんですかね。いやーなんか本当です、わざわざ来てそんなに需要がないコメントする。本当めっちゃ供給してくるやん。僕はものすごいドリフトできます。そこだ今日は。さあ熊久保の後ろ、小口相手に大きなアドバンテージを取って、今度は入れ替えの2本目、後ろから小口が、ここは思いっきり詰め寄りたい、オレンジの後ろにぴったりと、小口が当たる、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 それでも踏ん張る、小口踏ん張った。さあ熊久保踏ん張った、ここは見事、これは見事、これはね、熊久保くんがね、見事だね。あれはもう、ね、止まらないんですよ、車は。本当はここでもう回ってもいいぐらい。でもここは回るもんか。熊久保ローレル、なんとしてでも意地で踏ん張っていくんだという状況で、2台が当たりながら立ち上がっていきました。トップ選手2人の2位の見せてもらいましたね。はい、いやー、いい後追い。そして前を走る頑張り。うん、ベスト8進出、熊久保信重です。面白い面白い、部品飛んだよ、飛びましたね、黄色い部品飛びましたね。
どうですか西森さん、今の走りは当たりましたけど、安全性の部分も当たりましたけど、怪我がなかったんで本当にそれだけが良かったですえこれ DVD 見よう人さ、そんなコメントばっか何が面白いって怪我なくてよかったいないよそのコメントものすごい早送りするよね、うん、4組目は今年マシンをチェンジした両者の戦い。1本目は先行高橋が止めきれずアウトに飛び出してしまい福田アドバンテージ。しかし2本目で今度は福田が全く同じラインで飛び出し、勝負はサドンデス。清人ここに来てなんか1時間経ったけど、もうなんかめっちゃ老けたよなんか何があったんこの1時間楽屋からここ来て1時間でもうちでも若いと思うんだよ人間やぞ高橋邦明先行です。後ろからクレーマシン福田博士。さあ福田今度はどう後ろから見ていくか。そして高橋邦明もう今度は危ない逃げろ危ない今の避けたんですかね走ってる途中に。今のどうですか。いや避けたっていうよりも、まあ、そのまま自分で踏んでった方が絶対に当たらない。あそこで逆にもっと車速を緩めちゃうと当たっちゃうと。大きなアドバンテージはマーク X 高橋。あとは高橋が鉄板の走りができるかどうかですね。そうですね、後追いで様子を見ながら普通に走っていけばこれはもう止まりや。なんだこれはもう完全に飛んでった福田博士自滅。ダメだ、なんかデフが悪くなったんだからもうコントロールができない感じ。ベスト8進出、高橋邦明です。5組目はスピードキング第5対ヘイメン・ミノワ。ヘイメンっていうところのパーツメーカーなんですよね。ヘイメンね、はい、なるほど、ヘイメンはいいですよね。ヘイメンは知ってる。ヘイメン知ってますね、はい、何ヘイメン。ヘイメンス。うっぽやろ。ひどいよこれ。これひどいよ今。ヘイメンのパーツばっかり。ヘイメンのパーツばっかりを取り扱ってるからヘイメン。なるほど。安易すぎるやろお前。一本目は先行第五が圧倒的なスピードでぶっちぎりアドバンテージを取る。しかし入れ替えの二本目。後追いダイブが1コーナー進入で戻ってしまい、ミノワが取り返しサドンデスへ突入。再び斉藤大吾先行、後追いでミノワ進入。ここも一気に来る。ここも同じように斉藤大吾がものすごいスピードで一気に飛び込んでくる。さあそしてここはやはり綺麗に持ってった。いやいいな、ここは同じような走りだ。いいうまい。ここはやはりうまいぞ斉藤大吾。大きなミスはないですけど、ないですよね。でも僕にもこの川崎さんが64つけましたけど、はい、僕も64ぐらいだと思いますね。いやーヘイメンちょっともうちょっと頑張ってもらわないと。そうですね、ヘイメン何をもじょもじょ言うとヘイメンなんヘイメンなし。大吾の心のなんかこうリズムを狂わせることの何かね、はい、もし僕だったら、振り出すポイントをだいぶ変えてみますね。なるほど。でも美濃と谷口の性格全然違いますからね。そうですね。さあそうしてくるかどうかサドンです。美濃は真嗣先行、後追い斉藤大吾。ちょっとロング気味では来た。そこに対して斉藤大吾がぴったりと入っている。さあ近いところ入ってった。ライン的にもアウトライン、綺麗なところを取ってった。さあこれなら勝負は決まったかなというところでしょう。ベスト8進出斉藤大吾です。これはすごい、こんなにいけるもんなんやな。いやどうですか西森さん今のこれ。今のはすごいですね。平面でも平面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 、ね、これで平面多分ブレイクしますよこの DVD の後、ね、はい、平面